新神宮橋、新神宮橋は、茨城県伊多市と鹿島市を結ぶ橋町線75.0メートルの道路橋である。国道51号の北浦に架かる。北浦をまたぎ、国道51号9道の神宮橋から上流側に約160メートル離れて、JR 鹿島線鉄橋と神宮橋の中間に並行して位置する。 2002年の FIFA ワールドカップ開催までに間に合わせるため、東京方面からの玄関口となる東、関東自動車道板子コインターチェンジから会場となる、茨城県立鹿島サッカースタジアム間を結ぶ、国道51号鹿島バイパスと茨城県道101号、板子沢良線の道路整備に合わせて建設された。現在は、計画4車線のうち、暫定2車線で共用中で、 神宮橋側に幅3.5メートルの歩道が設けられ、片側3.5メートルの車道がある。基礎は交換具を橋脚1本あたり12本打ち込み、構成ジャケットと呼ばれる構造物でまとめられている。基礎上に鉄骨鉄筋コンクリート構造の橋脚が立ち、さらにこの上にサンドイッチ型後半昇板と呼ばれる2枚の後半の間に、 コンクリートが充填された橋桁が乗せられた構造を持つ。北浦の水深は1.5から3.0メートルほどで、あるがヘドロ状の砂が下部各まで達した軟弱地盤であるという欠点があり、これを補うために通常の橋脚に使用される基礎杭の1.5倍ほどの長さにあたる約60メートルの基礎杭が使用されている。 橋全体が足の多くついた超テーブルのような形状をしており、橋全体の構造で地震を受け止めるようにすることによって耐震性が高められている。建設費約70億円をかけて1999年2月から工事に着手し2002年3月に竣工した。ありがとうございます。